巨乱州は、新末、中華民国の軍人、北京政府、法天派に属した。字は柴田。湖南陸軍学堂を卒業し、1895年、遠征外の新し県陸軍特連所に加入する。しかし1901年11月、軍機大臣坂江六の命により、寒岸と乱闘し、数人を負傷させたため、縁により栄冠に回される。 さらに別の障害事件に関与したため、長君配下に移された。1908年、国流行巡防衛、第二祖寺統領に任命される。秘族討伐の功績で、国流行渉順防統領となったが、1909年、軍機不良を理由に罷免された。しかし1911年10月、国流行渉巡部総省連二順防隊、統領官として再任用された。 1913年、国立交渉陸軍第二根性旅び長に昇進し、少々に任じられた。翌年、馬賊討伐の軍港により、国立交渉陸軍しばらく変大一市市長に任命され、陸軍中上位を授与された。遠征外が皇帝に即位した1915年12月に、三頭男に封じられている。1916年5月、 遠征前の皇帝即位取り消し前後の混乱をつき、巨乱州は国立皇将軍主喜び乱に軍事的圧力をかけて下けやさせた。これにより、元はしばらく諸国立皇将軍に任じられたが、間もなく出警報が国立皇将軍となる。1917年2月、巨乱州は国立皇陸軍第一支支長に昇進した。同年6月、北京政府の混乱の隙をつき、 引きけ法に軍事的圧力をかけて下付けに追い込んだ。これにより元は自ら特軍検証庁を称した。しかし、省内の各層から反対にあい、元も辞任に追い込まれている。1918年、巨乱州は、張作人からおさむせん捧ぐ軍司令に任命された。以後、1920年に東三省巡越市長、参謀長、1922年に、 東北騎兵第一支市長と歴任した。同年4月の第一次、笹口じ戦争に参戦したが、直令派に包囲され、軍を殲滅された。民国12年に、東北陸軍整理どころ顧問となる。1924年9月、陳鯉軍第六軍軍長に任命され、チャンス省、石膏省方面での直令派との戦いで前線した。1927年に、 韓国軍大元水富士重部官庁となった。1928年6月の朝作林死後に引退し、天津に移住する。後に、北京紅十字会会長、河北省国術官官庁等を務めた。1951年1月14日、北京で病没。去年80。ありがとうございます。